こんにちは、アムユーズテレビです。先ほどですね、京阪シティモールの、パルティーレさんで川路由美子先生のニットパーティーを開催しておりました。無事に終わりまして、先生お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。本日は川路由美子先生に、オリーブハウス天満店にお越しいただきまして、新刊本の紹介をしていただこうと思います。先生よろしくお願いいたします。今年出ました、ベビーニットと本、かぎ編みだから可愛いベビーニットっていうこの書籍が新刊になります。今日の、ニットパーティーではこの表紙の作品と、あと、中の女の子の、ボレロとブラウス、こちらの作品、ママもお揃いで、大人バージョンの分を作りました。その中からお好きなものを皆さん選んで編んでいただきました。美味しいランチと、ドリンク付きで、10時半から2時までですね。すごい時間が、あっという間でしたね。皆さん、ね、上手に編まれる方もいらっしゃるし、また初心者の方もいらっしゃったんですけど、お話が弾んで和気あいあいと、とっても楽しい時間でした。私も楽しかったです。先生、ちょっと首に巻いている作品を見せていただけますかね。こちらですね、今月20日に、アップします、川路由美子先生と作ろうニットでコラボ第2回で、配信予定の作品です。こちらの編み図をですね、配信に先駆けまして、ニットパーティーにご参加いただきました皆様には編み図をプレゼントさせていただきました。とっても可愛い作品なので、20日のアップをどうぞお楽しみになさってください。ニットでコラボは、全5回の、連載を予定しております。次の作品もそろそろ先生に、日程とか決めなきゃいけないですね。頑張ります。引き続き、アムユーズとニットでコラボと、そして川路由美子先生をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。